はい、運行管理者の曽我です。皆さんこんにちは。今日はですね、2023年に入社しましたですね、うちの若きドライバー福山くんの、いちいちですね密着インタビューしたいと思いますので、最後までご視聴ください。そう言い忘れてましたけども、後ろに、ねそびえ立つポートタワーなんですけども、4月の26日に、大規模改修工事が終わりまして、2年半ぶりぐらいにですねオープンしますので、皆さん営業時間も9時から23時と拡充されてますので、一度足を運んでみてください。じゃあ行ってまいります。撮影にはねうってつけの晴天に恵まれまして、そうですね、もうそろそろここで待ち合わせしてるので来るはずなんですけども、去年の9月やね、入社が。そうですね。うん、もう半年経ったけど、どんな感じ？自分的には、そんなすぐには慣れへんかなと思ってたんですけど、たくさんお客さん乗せることで、ちょっとは慣れましたね。はい、なるほどな。最初もどこに連れて行かれるかわからへんし、まあ接客をどういうふうにやったらいいのか、まあわからへんとこばかりやけど、やっぱ、離れしていくのが、やっぱ経験で、その積み重ねが、まあ、福山くんのオリジナリティの営業になるやろな。そうですね。なんでまたタクシー業界に入ろう思ったの？僕ちょっと昔に、子供の時に大怪我したことがあって、今もこの顔に傷があるんですけど、この傷を負った時に真っ先に祖父が迎えに来てくれたんですよ。タクシー運転手なんですよ。 おじいちゃんが。そうなんです。祖父がタクシー運転手やって、なるほど真っ先に救世主みたいな。そうなんです。迎えに来てくれて。ヒーローで、その思い出と、またありがとうって言ってくれる職業じゃないですか、タクシー。確かにな。そうなんです。それでまあ。お金もらってるのにありがとうって言ってもらえるって、すごくこの仕事の醍醐味なのかな。そうですね。なんでうち選んだ？やっぱり、YouTube が上がってて、僕が求人で見た時には。俺？そうです。いろいろ媒体に出しとったけど、なかなか人集まらへんから、活字で求職者にこう会社の雰囲気を伝えるのはやっぱり限度があるかな、限りがあるんで、じゃあ会社の雰囲気をもうありのままをもう動画で撮って流しちゃえって、そんな感じのスタートで、その動画を見てやってきてくれるっていうのがちょっと嬉しいな。やっぱ活字じゃない、もう字だけじゃ伝わりきれないものがあるじゃん。女子3人にいじりちゃんこされてる動画とか。はい。多分ああいうのはすごくいいのかなって。運行管理者と現場がすごい垣根ないよっていう、そういうふうなのが伝えられたらいいなっていうのがすごくあったんで、やってて正解なのかなって。まあやり続けるけど、はい、でやり続ける中で福山君もこうやって出てくれるから、はい、逆にこう見てくれてる、人たちに若くてもやっていけるやっていうね、自信というか、なんか伝わったらいいなと思うね。はい、でこの新車のジャパンだけど、どう？視界が広くて運転しやすいですね。なおかつお客さんが乗ってきた時にも広々してるんで、スーツケースそのまま持って入ってこられるお客さんもいるんで、乗せやすいっていうのも。そうね、間口が広いもんなこれ。そうですね。でちゃんと高齢者にも優しく、こう手持ちのところとか取っ手とかつり革とか、そうです、もあるし。タクシー乗務員になってどう？いや、やっぱ毎日が楽しいですよね。どんなところが楽しい？毎日同じ一日じゃないっていう。まあそうだね。そうです。しんどい時もあるんですけど、やっぱりお客さんが最後にありがとうって言ってくれるとか、いろんなお話聞けたりとかすることもあるんで、面白いお話。お客さんから得る情報って大事よね。そうですね。ありますので。知らない情報をやっぱお客さんから
もらって、はい、まあ、それを観光とかに行かせるとかもね、はい、そういうのはどっか結びつけるものがあるよね、お客さんから。そうですね、はい、知らない 業界のこととか、はい、うん、情報を貯めている、まあ逆にその違うお客さんとの話の輪にもつながるしね、はい、で、働き方ってどんな感じだったっけな。出庫何時だったっけ。出庫は5時半ですね。おお、なかなか早いね。帰ってくるのは。帰ってくるのは大体もう4時には会社に帰れるようになります。まあまあ実動まあ11時間ぐらい、はい、でそこそこね、水揚げもやったもんな。すごいよな。あ、結構あの帰ってきた時の天候でちょっと喋った時とか、まあ、どれぐらいって聞いた時もすごい。やっぱこまめに撮ってるもん、やっぱアプリとか。そうですね、基本的に僕はあのどっかに止めるとかはしないで、うんうん、ずっとその道を覚えるために。ああ、そうです、ずっと流してやってるんで。いいね、いいね、うん、そういうの心がけてたらいいね。道も覚えれるしね。そうですね、うんうんうん、で1ヶ月何日ぐらい入ってるの。1ヶ月でまあ22日勤務で一応行ってます。まあ週休2日みたいな感じね。はい、しっかりお休みやってらしていただきます。ドライバーは休みも仕事の一つやから。そうです、ね、うん、休んで体を整えるっていうところもね、はい、うん、人の命を預かるところで重要なポイントやからね、はい、休息はゆっくりで休みは楽しく過ごせてる。そうですね、もう充実して充実してしまくりしまくりで言ってます。そうかそうか。突っ込んだことを聞くけど今25やんな。25です。25やんな、はい、前の仕事とどう、あの給料的な部分って上がったんですけど、まあ、1.5 倍ぐらい。 1.5 倍ってすごいよな。そうですね。まあまあそれだけもうやりがいがある仕事に、まあ、今なってるんかな。そうですね、うん、ところで観光タクシー合格してさ、はい、初めちょっとホテルの方々がちょっとご案内したけど、まあ、その後観光タクシーやっててどう。やっぱり緊張はするんですけど、神戸の良さを皆さんに知ってもらえるっていうのと、うん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 、こんなとこあったんやっていうのを共有できるっていうのはいいですね。うん、そうやな、神戸はほんまに観光資源の街やから、はい、いろんなことを知ってもらいたいな。そうですね、うん、それで喜んで帰ってもらって旅行の思い出にしてもらったら、観光タクシーってなかなか楽しいもんなんやでっていうのも、うん、分かってもらえると思うし、はい、うん、話変わるけどさっきうちの会社の YouTube 見てあの、まあ、来てくれたって言っとったけど、はい、実際に YouTube 出てみてどう。これ3回目やと思うけど、カキでしょ、カキでスパイダーマンの格好をしとったから、ね、確か。そうですね、観光タクシーの試乗会、はい、今日3回目やけど、はい、どんな感じ。いやもうやっぱ楽しいですね、撮影自体が。撮影自体楽しい。楽しいです。これはもう一般の人にもさらけ出せたらおかしい。見てもらうような形になるけど全然大丈夫。全然僕は大丈夫です。出たがりなんで。出たがり、俺と変わろうか。もうまあ、はい、神々の YouTube しとったらあかんでって言われる。いや僕は神々。そういえば福山君社長と同じ誕生日やったんじゃん。そうですね、なん僕デビューしたも誕生日の日だったんで。おお。マジ覚えやすいですね。覚えやすい、うん、いい、いいね、いいね、はい、うん、まあぶっちゃけ福山君から見て社長ってちょっとどう。自分の親世代ぐらいの年代の方なんで、うん、でも見た目若いよな。もう俺と一緒にお客さんどこ行ったら俺の方がさっきお茶出てくるんね。寂しいよそういう時。そう無言で二人で並んでどっちがさっきお茶出てくんねみたいな、そういう雰囲気がなるよ。でも話しやすいかなっていう。ああ、社長ね、はい、うん、どっちかというと社長してない社長やから、そうです、ね、気軽に話ができるっていうのは、はい、まあみんな言ってるね、はい、うん、ドライバーさんから見て会社のトップって大切やからな、はい、うん、まああとは福山君と同世代の若いコーラーが24歳の子が入ってきてくれたよな、はい、まあ、YouTube 出演ちょっとお願いして実現したら福山君とこの子と僕の3人で、はい、20代のドライバーさんと50のおっさんのトークやってみても面白いかもしれへんね。そうですね、うん、楽しみにしてます、うん、でもっともっと若い子があのうちの会社に来てくれたらもっとパワーアップすると思うんで、はい、うん、今後も YouTube 出てね。はい、もちろんです。よろしくね。はい、はい、ありがとうございます。約束もらいました。
ということでね、今日は福山くんに、一日ですね、密着インタビューしておりました。福山くんどうでした？いや、やっぱ撮影も楽しかったですし、僕がなんでタクシー業界を選んだかっていうことも話してよかったと思います。おお、若い子たちもね、働けるいい環境になってますので、皆さん応募待ってまーす。では次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。